皆さんお帰りなさいませ。引き続きですね、サッカー界のスーパーレジェンド、野人岡野正幸さんにインタビューしてみたいと思います。よ,ますよろしくお願いします。もう第一部だけでも、あの、ほん 人にお腹いっぱい、ね、胸いっぱいになるほど聞かせていただいて、えーはい、でかつあの、今、カメラ止めてる時間の話が、まあまあ結構相当面白かったっていう <laughs> 感じで、あれは YouTube でも Facebook でも無理やなというはい、はい。<laughs> そして、まあ、やはりですね、もう岡野さんといえば、やはりもう、イメージというか、その瞬足で、えー、サッカー界、あるいはもう日本スポーツ界に、歴史に名を残した、あの、ジョホールバルの歓喜と呼ばれる、ワールドカップ初めて決めた時のこの V ゴール。はいはい 決めた選手として、まあ、日本スポーツ界あるいはもう日本の歴史にもこう永久に刻まれるであろう選手なわけなんですけれどもちょっとその辺りの,あの言っていい範囲で構いませんので、はい、一体何があったのかとかやはりですねその本当に言ってしまえば一人間としてあの場所に立ってどんな心情だったのかとか一体そのこうテレビではうかがい知れない裏側で。 何があったのかとかですね、そんなあたりもこう、ちょっとぜひお聞きしてみたいところなんですけれども、はい、その、まず第一部の部分では、えー、本当にサッカー部もなかった高校から、えー、それを監督兼選手として、兼ベスト4にまでのし上げ、で、日大に体育推薦で行ったんだけれども、でもサッカー部に入ることはできず、で、セレクションで30倍の倍率で入ったはいいけど、なぜか選択係で、はい、っていうところから、 え本当にその先の。 あの動画でも言いましたダブルハットトリックで6点取ってでそこからプロからお声がかかって大学を中退されて、はい、そしてレッズに入られたというところからまあ本当にこうスタートと、はいうことでその後結構順風満帆というのもあるんですけど、はい、なんか割ともうレギュラーに定着してっていう感じだったんですかね。そうですね浦和、あのーはい、に、まあ、中退して入って、はい、タイミングも多分すごく良かったって言っちゃいけないのかもしれないですけど。はいはい 当時、その、浦和レッズって、お荷物チームって言われてまして。はいはいはい、あの、J リーグ始まった時って、めちゃめちゃ弱かったんですよね。いねはい。で、僕2年目に入ってたんですよ。はい、J リーグができて。で、2年目も弱くてですね。はい、で、開幕からね、多分7連敗ぐらいしてたんですよ。一、はい、回も勝ってないですよ。はい。 それで結構怪我人も多くてですね、うん。で僕が結構出番もあってくるわけですよ、はい。僕の次選抜に行くからって言われて、ホームゲームのはい。でも出れなかったの覚えてます、はい、もう緊張して。はい。もうこれでもう、多分何にもできなかったら多分二度と試合に使ってもらえないのかなと思って。で、はい、僕出て僕が点取って、で、勝つわけです。初めて。はい。浦和レッズがそのシーズン。はい。その時に、僕今野人って言われてますけど、スポーツ紙とか、スポーツニュースとかが、もう、 野人が、レッツ救うってなったんですよ。はいはい、それから僕野人になったんです。<laughs> なるほど。でも、野人が一人歩きして、かっこ岡野なんで、はい、あの、僕ご飯食べ行くと、うん、岡野ですって言うじゃないですか。はい、そしたら、いやー、岡野さんって、はい、裏レッツの野人さん似てるってよく言われる <laughs> 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 んで、ね、す もう野人だけ行っちゃったんですよ。先に。先に行っちゃった。だ勝手にそこから野人になったっていう。はい。まあまあまあ。でもまあ本当に、そうですね。裏側に入ってからは、まあまあ大学から裏和に入ってから本当にたまたまそういうこともあって、レギュラーにさせていただいて、で入って1年目で日本代表に。もういきなり。はい。選んでいただいた。モカンとか。ですか、そうですよね。はい。だからびっくりな人生だなと思って、 本当に大学のその、レギュラーになってからですね、パンパンってなんか急に花開いたというか。だから僕の同級生なんかは中学とかの、どうせクビになるから1年で。で、昔って良かったんですよ。あの10チームしかなかったですから、支度金とか結構もらえたんですよ。だそれ取っといて、居酒屋でもやろうぜって言ってたんですよ。なるほど。そしたらまさかのレギュラーになり、まさかの日本代表になって、周りがみんなびっくりしました。逆に。そうですよね。 そこからまあ日本代表でも、はい、まあ最初はちょっと出場機会にはそんなに恵まれなかったけれども、いずれこのなんかスーパーサブとしてのなんかどんどんポジションをう確立されていってっていう、すっごいどうでもいい話していいですか。はい、さっきあの新幹線の中で改めて Wikipedia でちょっと岡野さんのプロフィール見てたんですよ。はい、そしたら岡野さんが日本代表で初ゴール決めた日っていうのがあの僕の誕生日でした<え>。<laughs> あれ11月ですか ?8 月25日らしいんですよ。 日本がゴール入れた時ですね。はい、ウルグアイ戦かなんかでいや、入れました。それも大阪ですよね。あ、<laughs> そうだったんだ。あれ大阪で入れました。へ<ー>、はい すみません、あの、どうでもいい話でした。すっごい。新幹線の中でテンション上がっちゃって。ちょや、たつやって、お、8月25日、の5日、俺。あ、入れました、入れました。新幹線の中で一人やかましかったっていう。覚えてます、覚えてます。はぁ、なるほど。で、そこから、えっと、ドーハの悲劇の時は、他のさんは大学生です。まだ大学生ですよね。で、あの時やっぱサッカーご覧になってて。できました。で、やっぱ悔しい思いもあり。 はあ、で4年後にはまさか自分が日本代表になってるなんて,てう夢にもって話ですよね全然思わないです、ねはあ、もうまずもうドーハの悲劇で負けた瞬間に、はい、もう日本のサッカーはもう、まあはい、二度とワールドカップ出れないなと思いましたなるほどなぜかというとドのーのメンバーがすごすぎたんだあなるほどそうですよねでまさかその4年後に自分が予選のメンバーに入るなとまず、あ、すもう思ってないし僕はもうバーテンダーを目指してたんでだからまさか J リーガー長い <laughs> なるなるってイメージも。んだっ、はい、ちょ、ちょっとイメージ似合うけどね。全く、はい、<laughs> 思わなかったんで。はあ<ー>。びっくりですんよね。なるほど。はい、で、あの時、こう、監督交代があってからの、まあ、岡田さんがいよいよ監督ということで率いられて、はいはい、で、当然その時にはもう日本代表メンバーとして帯同もしてらっしゃったと。で いいよいよあの運命のこのイラン戦ということで状況的には日本はもう本当にもう文字通りの土壇場というかもう完全にもう背水の陣というところだったわけですよで、ねうんはい、そのあの試合っていうのは何かこう先発で出たいなとかそういう思いとかで終わりになったレギュラーって言っちゃたけど僕はもう全然出してもらえなくて、はい、じゃあそれこそ岡田さん ま加茂さんが代わられた時に出してもらえないから、まあ岡田さんに一応気に入ったら秘密兵器だって言われて、まあでもまあ、そういうふうに思ってくださってるんだったら頑張れるじゃないですか。じゃあ、いい時にもしかしたら出してもらえるんだなと思ったけど、まイーいンい戦はあれ、プレーオフになったんですよ。でもう、もそもそもっていうか、最初、もう日本はもう自力がなくなったんですよ。ワールドカップ出れるっていう。で、昔3枠しかなくて、2.5枠ですよね。だからもう、こっち韓国が決まって、もうサウジアラビアも決まっちゃったんで、もう。 はっっきりて、しかも日本はそんで5位ぐらいにいて自力がないからもう日本中から叩かれてマスコミからも叩かれもうみんなが敵でしたよねであの本当に SNS とか今結構こう書き込みとかありますけど僕らの当時はそういうのないから全員行動なわけですよ行動行動してくるわけですだからもう卵投げつけたり椅子が飛んできたり本当に水引っ掛けられたりバス囲まれたりっていう。 もうそういうのが当たり前じゃなので、はい、だからまあ、僕はでも、その中でも試合は一度出てなかったので、うん、とにかく精神的にとか、肉体的に疲れてること全くなくて、うん、出せよと思ってた方なんですよ。出せよじゃあ、うん、だけどもう、ずっと出てる選手たちは、もう精神的にも肉体的にもボロボロなわけですよ、うん。ほんとみんな痩せこけって言って、ほんとに胃薬飲んでる選手もいましたし、はい、試合前とかに。 でも本当に家族とかも危ない目に遭わされたりとか。はあ、家まで行っちゃうみたいな。はい、なんか本当に何て言うんだろう。うん、戦争に行かされてるじゃないですけど、うん、非常にその大変な状況でプレーオフを迎えるわけですよ。うんはい、で僕はその日々正義って言われてるから、ちょっと嬉しいわけですよね。うん、もしかしたらこの試合来るんじゃないかな、うんはい、出番が。だけど、ずーっと出てる選手たちもうそやりたくないですよ。肌、はい、でさえ大変だったのに。うん なんでこんなプレイオフで勝ったらワールドカップ出るで負けたら出れないみたいな、またもう恐ろしい究極の試合をしなきゃいけないわけですよね。はい、でもやらなきゃいけないみたいな。で、まあまあまあ、そういう状況で試合がになるんですけど。で我々、だから日本だけではなくて、イランもあれ国技なんですよ。はい。だから出れなかったら多分日本よりも逆に危ない可能性があるんですよね。よね国に帰った時に。はい、うなんか無知打ちとかそういね。はいはい。昔はあったって聞きますけど、はいはい、本当に国をかけて、 戦ううというか,、うん、だからこう本当にいろんな駆け引きがあったり、はい、その向こうのアジジって選手が、うんうん、練習最初日本が同じ練習場でやるんですけど、うん、その後イランが使うんですけど、うん、車椅子で来て包帯ぐるぐる巻きにして「あした出れねえぞあれ骨折してるぞ」って言ったらもうピンピンなんですよね。なね <laughs> なる,ほどるん、ね、そんんもういろんな駆け引きでやるわけででやわすよ、ねはい、よよねくあれ勝ちましたよ あれはもうあの時の当時のイランはめちゃくちゃ強かったですから。なるほど。日本もでもあれ負けてたら多分もう出てないですよね。ああそうですよね。イランはでもやっぱすごいのはあれ、日本に負けたけどそのプレーもう一回あるんですよ。はい、で、勝ってワールドカップ出ましたけど、ああね、日本は多分あれ負けたら多分ダメでしたね。はあ、もう精神的にも、なる肉体的にも。 インタビューで言うん,んですけど岡田監督とかも,なんかもう奥様に離婚届を書いてでも俺はもし負けたら日本に帰ってこれないからっていうので家族別のとこへ逃がしてほ、はい、はい、これで何か望んでらっしゃったと、はいうかだからやっぱりすごい覚悟でみんなやってたんですねで岡田さんは、まあ、その途中から監督になられた時もやりたくなかったらしい、うん、うん、ですよ。 小野さんが辞めさせられてなんで僕がやらなきゃいけないんだってすごい断ったらしいんですけど、うん、その岡田さんがまず代わって一試合だけやるってなられて一試合だけやったんですよ。うん、で辞めるって言ってたらしいんですけど、うん、あの時引き分けちゃったんですよ、はいで。その時に控室帰ってきた選手が全員泣き崩れたんですよ。はい、全員もうダメだって,言って、うん、自力もなくなっちゃってそれを岡田さんがパーンって見た時に、うん、そっかとサッカー協会とスタッフがこんな切羽詰まってやってると思ったら選手たちはこんな思いでやってたのかと。うん それを見て監督、岡田さんは覚悟を決めた。うん、俺はこいつらと一緒に最後までやる。うん、それで奥様にとかに、ね、電話かけて、もしか,か、はい、あの、もしかワールドカップ出れなかったら日本に帰れないと思うと。うん、だからまず逃げなさい、実家に逃げなさいと。うん、っていうぐらいの皆さん覚悟で、うん、やっぱりあの当時は。だそういうところは絶対マスコミは書いてくれないですけど、はいはい、もう悪口しか書いてないですよ。だから本当にやるは大変でしたよね。うん あの運命のイラン戦で最初にあの中山選手がゴール取られて、はい、1> で1対0でこれ日本いけるぞっていう雰囲気の中で同点に追いつかれてって言ってた時のあののさんのん心境っってどな感じだったので僕からしたらまあまああ日本が先進してきたとか来るんじゃないと思いましたけどやっぱりイラン強くて同点に追い多分後半ですかね同点に追いついてすぐ逆転されるはい。はい で僕の中ではもう僕しかいないんでこうなったらもう秘密兵器をもう僕だけ喜んでますよ少しよし来ただろうよし任せろよし岡田さんもここで俺しかないよねって岡田さんも悩んでてでフォワード変えるって言い出して2枚変えるって言ったんでもう間違いなく来たと岡田さん約束束通りここでついに出番を与えてもらえるんだと思ってもうやってやるぜみたいな感じでユニオンも着替えようとしたら岡田さんが「 ジョーとロペスってことであれ僕じゃないんですあれみたいな。めっちゃアップもして、2人が出て、おーいってなるじゃないですか。またもう今度はやっぱ出してもらえないんだとちょっとふてくさられて見てたんですけど、そしたら出てたジョーが同点ゴール入れて、でもこれ勝たなきゃいけないけど、もしかしたら、まあでも2人フォワード変えてるから、まあ一枠はけが人とかね、足つったりいろいろあるじゃないですか。だから、どうなるかなと思ったけど、まあまあ。 一応してたんですらもうね会場がもう変わったんですよね2対2になった瞬間にやっぱり皆さんドーハの悲劇まあその当時のやっぱりサポーターとか見に来た方っていうのはコアなサポーターさんですよねずっと日本代表応援してきたしなんかもういろいろ見てきてるわけじゃないですかドーハの悲劇とまるき設定が一緒でまたこんな感じなのってなってくるんですよ会場がそれで出てる選手たちのプレーを見た時にもう余計なことしなくなったんですよ全く余計なことしない ももううドリブルすするいそなんでボール持っても絶対セーフティーとにかくセーフティーもう自分が先輩になりたくないからもう一人のミスでやられたらもう自分が先輩食らいますから国帰ったらだからもう全く誰も余計に起こせないでドヤドヤドヤってなったんですよ会場ももう出れないですよそんなのもう僕なんか出たくないとこれを関わるのやめようと思って完全に完全に関わらない 何が秘密兵器だと思う <laughs> <laughs> もう秘密のまんまで。<laughs> <laughs> いやいや、ほんとにほんとに。ほんとですよ。秘密のまんまでいきましょうと。でも、そーっと隠れるように座って。さっきまでアップしてたのに。はい。はい、もう、ほんとにこれはもう、これは出れない <laughs> 出れないですよ、あんなの。もう二度と経験,経験したくないですよ。はあ<ー>絶対やりたくないです、あれ。もう、自分の名前呼ばれたくないと。うん、嫌ですはあ。 でそうかんっていうわけですよ延長入って、はいはい、ふざけんなと思いましたもん <laughs> ここじゃないよと <laughs> 無理ですよあんなの、はあ、僕が一試合とかちょっと出て例えば僕は点取ってプレーオフまで行ってんだったら、うん、ちょっと自信も出れるんですけど、はいすね、何にも出たことない人間が、はい、初めてのルールなんですよ世界で、はい V ゴールって、はい、あれ初めてだったんです,でですよ、ね。世界初。世界初。そんなので出されて、はい、僕なんかやらかしたらもう僕らは生きていけないし、はい、申し訳ないというか、はい、初めてじゃ人間がこんなにずーっとやってきた、体ってやってきた選手たちのなんかやらかしたらもうな、どういうに人生をね、取り返してあげれるんだろうって考えてみてください。はい、無理じゃないですか。に。 そうですよ。そんなプレッシャーの中でごくピッチに出られて。もも何やってるか全然わかんないですよね。<ー>うん、言っていいのかあれなんですけど、その、ちょっと何回か。外してね。外し何回,回も。何回も。はい。だから最初は良かったんですよ、1本目は。でもやっぱ打てないですよ。はい。打てないです、シュートが。 僕結構やっぱり野人って言われてるし浦和レッズでももう目立つの大好きで、はい、まあ7万人とか国立入った時に一応燃えるタイプなんですよ「わ、うんはい、見てろこの野郎」もあの時だけはもうほんな何,何でサッカーなんかやっちゃったのかなと思いましただ、はい、最初はサッカーねそうやってまあ無名なとこでやってきて続けてたらプロができてたまたま僕が入れて、うん、でそんな趣味がね、はい、お仕事になってね。はい ここんななな幸せなことないわけですよあのお客さんの前でプレーができて、はい、だけどあの時だけは自分を恨みましたはサッカーはなんでやっちゃったんだろうってなるほどやっぱ日の丸の重さですよねはいやっぱすごいあの重圧というか,そうかしかもあのしかも究極な場面ですから、ねはい、もうだからシュート打つより一番確実なことを考えちゃうんですよ、うん、そうですよねうんだから本当に僕はもうあれ負けてたら多分もういないですね 1本目外したときは、まだいけるぐらいのシぐらいでね。まあ、すごいなと思いました、自分ですぐチャンス来たんで。2本目はもうパスしちゃったんですよ。はい。あの時も現実に戻ったら、もうサポーター怒ってるし、もう味方こんなになってるし、はい。で、岡田さんを殺すぞって言ってるし、なんか終わったなと。で、3本目がまた惜しいところがちょっと、どーんと上がってしまって。もう終わったと思いましたね。あの時はもう本当に終わったと思いました。はい。 こんなもう、本当もう地獄でしたね。三、う、タ、ん、目とか外しちゃった時って、何を考えるものんいやもうもうだからもう逃げ出したかったですよ。もう考えるっていうか、もうこの場から逃げたいなって。はい、もうどうやって逃げれるかなって。だからホレストガンプみたいに、ドラーって走ってそのままスタジオに出ちゃうかなとか。はい、<laughs> 永遠と。いや本当にそんな、本当にそういうことばっか考えて、もうマイナスのことしかもう思いつかなくて。 で、まあ、後半入るんですけど。はい。ただ、もう、僕は見捨てられてると思って、うん、あ終わったと思ったら、みんながね、笑わしに来てくれたんですよ。あ、そうなんですね。うん。もう、いいから思い切ってやってくれって言ったらね、スーって全部抜けたんですよ。なるほど。 でもやっぱりあの時って今みたいにまあまああ枠も少なかったんですし、はい、本当に海外でほとんど僕ら過ごしてたんですよ、うん、みんなで,、はい、で。やっぱ日本中から叩かれて、うん、で岡田さんもよく言ってたので俺らはファミリーだと、うん、もう俺らは俺自分のを信じるしかないと、うん、もう日本中に何言われようが俺らは絶対に味方だと、うん、何があっても誰のせいでもないと、うん、でもあれがやっぱすっごい一つになったんです逆に 叩いてくれたから余計一つになったかもしれないです日本がだからやっぱりああいう場面でもみんな笑わしに来てくれてそこで助かりましたよねもうそっからはもうじゃあ分かったともう自分ができることは何かみんな疲れてるしじゃあもうみんなの分走ってとにかく前で追いかけ回して自分がやれることをとことんやるしかないって思って5番入れたんでそれでまあまあ中田秀がまたドリブルしたんで僕はもう中田秀からはボール出てくるのが一番得意だったんで まあ狙ってたら、まあまあ、まあヒ、シュートをして。で、まあ僕はも走ってて,キーパーて。あの、その奇跡の瞬間なんですけど、中田さんがシュート打たれた、で、イランのゴールキーパーが弾いて、うん、それを岡田さんが最終章に詰めたっていう、はいはい、あの場面とかってこう、なんていうんですか、いわゆるフロー状態というか、なんか記憶とかあるんですかね。うん、もう、はい。だからね、多分ね、時が止まりましたよ。はい。時は感じ止まってました、ね。はあ<ー>なんかだろう。 なんか、どこでやってんだ、これ、みたいな。はい、で、ポーンって弾いた時に、ボールがポーン止まってるじゃないですか。うん、もう、これは絶対誰でも入るなと思ったんですけど、はい、まあ、パッとキーパーと目があったんですよ。うん、そのキーパー口開けて、うん、なんでお前そこにいるんだって顔してたんですよ。はい。それで、もう、本能で多分あれスライディングしてるんですよね。はい。なんでかってっ多分外しまくってるから、うん、吹かしちゃいけないから体ごとで、うん。はあ グーって詰めてるんですよあんなのも全然、そんな風にやろうなんで、はい、もう本能です、ただの。はあ、もう、これは外せないみたいな。なだからもうね、あの時時止まってましたね。本当に。イランはもう完全に PK 狙いな感じでしたもんね。もう、あれもう、向こうはもう PK ですから、ね、勝てないってなったんで、ねね、アジアナンバーワンボーンバー,ボールヒーパーで。だからもう、真っ白になりました、ね 本当に明日のうちのは真っ白だよって言ってるのよく分かんなかったんですけど本当に真っ白になります本当に真っ白ででも切羽詰まっちゃってるんで、うん、もう喜んでるんですけど、うん、まあ皆さんもあとで YouTube 見てもらえば分かりますけど、はい、うわーって喜んでるじゃないですか、はい、であれ延長でこうコート変わってん,んですよ、はい、で僕ね間違えていらんベンチ走ってるんですよ、はい、うわーってイランベンチ走てるんですけど <laughs> あれそれで抱きついてても僕ここにいません <laughs> あの、どっちでも、どっちもいなかったんですら。外してもいなかった。外してもいなかったし、抱きついてもいなかった。抱きついててもいんベンチと。だからもう、ほんとそれぐらいもうね、わけわかんなかったですね。だからもうね、あれは二度とないわけですよ。誰も経験しないわけですよ。この先。一生。い。や、だからね、こっからですね、今考えても。やっぱり、あれで負けてたら自分、今何やってんのかなっていうのを見てみたいですし。 最初はだから振り返るのが本当怖くて見なかったです僕だから15年間ぐらい15年であの絶対に負けられない戦いって言って絶対あの予選始まるとやるじゃないですか CM であれももう見るだけもうブルブルブルって家で触れるんです体がブルブルブルってはいそれぐらいもうんか恐ろしい経験だったというかはいなるほか だからもう今回もね WBC とか、うん、みんなすごいかったじゃないですかやっぱ日の丸つけてるっていうその、うん、多分皆さんのプレッシャーとか見てると、うん、そりゃそうだよねって、うんうん、すごいお話をちょっとほんとに貴重なお話を、ね、お伺いさせていただいたわけなんですけれどもそんなまた野人岡野さんが。 えー、歴史に名を残すような、まあ、プレーをされてまたその後も、まあ、海外でもプレーもされて、はいはい、そして最後は、まあ、引退をされて、はい、その後今ガイナーレトルトルでも、はい、こうチャレンジをしてらっしゃると初めてお会いした時に聞いたんですけどそのなんか岡野は今なんかサッカーで食っていけなくなったから両賞やってるぞとか,なんか言われたとか言っておっしゃってて。 はい、なんかそのちょっと GM としてのチャレンジとかもお伺いしてみたかったんですけど普通に思うのは岡野さんぐらいの,そのネームバリューとお話も面白いですしキャラクターも立ってるわけなんで、うん、変な話の解説者だろうがタレントだろうがなんか全然こうそれでも十分やっていけたんじゃないのかなって思ったりするんですけどそのあえてまた本当にこうチャレンジの人生が歩まれてるっていうのをなんかどんなご心境だったのかな。 チャレンジの人生を狙ったわけじゃなくて誘われちゃうんですよねなぜかなんかわかんないですけど今ガイナ来取ってー GM やってますけど最後僕現役辞めてもナ来取ってるんですよその時に J3 に降格した時もう41歳だったんでもう引退するのはもうほぼ決めてたんでこの日にちょうどいいやと思ってそれこそ東京帰ってきて仕事をしようかななんて思って。 その時にうちの,そのガイナれのトップの塚野っていうのがいるんですけど「はい、助けてくれ」と「はい、J3 落ちたから大変だから、うん、ちょっとあの GM やってくれないか?」って言われたんですけど、はい、そんな GM できるはずないじゃないですかそんなサッカーしかやったことないし、はい、パソコンもできないし、はい、無理ですと。うん そんなにやればいいですかでもいいからとにかくやってくれと。うん、でやってくれって言ってやって結局株主総会は行ったらみんな全員反対で、はい、それはそうですよ僕だって反対しますか、はい、<laughs> なんで野人が GM をやるんだよ。<laughs> 僕だと思いますよそんな。<laughs> 自分だと思ったんですよ。<laughs> それで結局まあまあなんだかんだまでいいからいいからってなってやるようになってで、まあ、最初もう全部やりましたいろんなことやって営業も行ったり。 って言ったら、まあまあまあ、次の株ぶに総会かなんかで、はい、あの、代表取り役にしめな,くなってくれと。はい。え、皆さん反対したのにみたいな。はい、で、なんだかんだもう10年ですかね。は<ー>近くやらせていただいてて。だから、なんかこう、挑戦というか、なんかそういう、高校もそうだけど、大学もなんか、なんかそういう感じのところになんてこんどことしてんだろうって。<laughs> いや、もう本当に僕、もう、ガイナレーの最後、41歳。 で、もう20年ちょうどプロやったんですよ、ね。はいはい、で、もういいんですよ、戦うことなんて。うん、いいじゃないですか、もうそんな、はい、今までやってきたから、うんあ。なんかもっと違う、そういうプレッシャーじゃないプレッシャーの、なんかお仕事したいなって、はい、思ったら結局やってるわけですよ、ね、<ー>また10年。 もういいわけですよ。そんなのやりたくもないし。はい、で、まあ、その外慣れーっていうのは手作りのチームで、うん、何が大変ってそこなんですよ。うん、鳥取県で人口一番少ないんですよね。はい、そこに、まあ50、50、うん、あ何万人しかいないんですけど、はい、まあ、そこにプロチームがあり、まあ、それがまず奇跡なわけですよ。それをちゃんと J がついてると。うん、プロチームであると。はい、だからこれは逆にすごいなって僕も思って。 ですけどがないといとうか、うん、例えばレッツだったら日菱さんがついたり、はい、名古屋さんだったりトヨタさんがついたりあるじゃないですか、はい、パナソニックさんがついたり。はい、全くなくて手作りのチームなので。はい だからもう全部もうとにかくまあ鳥取中の企業さんにお願いしてもう100万でも「いくらでもいいんですねお願いします」っつってだから結局4百何十社あるんですねスポンサーさんがピンから切りまでやるんです、はい、何万から何千万、はい、それでも足りないわけですよ、はい、で結局サッカーチームってやっぱりチーム強くしなきゃいけないんですけど本当にこれは不思議な世界でして一番最初にやらなきゃいけないのは運営費なんですまず、はい、運営費を集めてライセンス取るためにお金をスト くそがなぎですね。はい、さらに、クラブハウスを持ってなきゃいけな、はい。一番鳥取がお金かかるのが遠征費なん。地方だから。なるほど。で、税するやね、東北が多いんです。チームが。 ああそういういことです、ね、で結局新幹線ない。じゃ、はい、飛行機東京便しかない、はいで。しかも東京便も5便しかしてないからめっちゃ高いんですよ、はい、東京の。<や>で、バスが今一番高いんですよ、まだ。はい、で、バスだと10時間くらいかかるんで、はい、運転手を2人つけないといけない。はい、その遠征費、宿泊費の値段がまあ、はい、ンンすごいわけですよ。でもそれを含めてライセンスが取れるわけですよ。はい で、一番最後に強化で最後に余ったお金あるんですううこで,す、ね、で、ここにストックしたお金ゃい,いけないお金がここにあるわけですね。はい。これ使っちゃいけないんですよ。はい。で、ここでバーってやって、遠征費もやってやるし、これで遠征もいけるよし、余った。これで選手取ってきてください。も J1 <だ>と J2 と J3 であの、分配金も全然違うから。全然違,全然違うチーム運営が。はい。J1 が 今は結構すごい、えー、わ。一応いくらか分かんない。が1億5千万もらえるです、ね。全2が1億5千万なんですね。で、全1になった時に 2, 2 0 0万とか3千万なっちゃうんですよ、ね。はあ で、僕が初めて J3 の g ムになった時に1億5000万がなくなってるわけですよ。はい。それ集めるとかって言う,いうわけですね。それでチーム運営しなきゃいけないわ、いい選手取ってこなきゃいけないわ、はい、強くしなきゃいけないわ、はい、試合勝たなきゃいけないわで。はいはい、で、結局、その強化費っていうのがやっぱり少ないので、はいはい、本当にもう目利きしかないんですよ。うん、もう目利きで、とにかくどこにも引っかかってなくて、独身で、はい、ハングリーで、みたいなのそう。全部。 さん探すわけですけど、なかなかね、そのもう大変なわけで。それでやっぱりどうしてもお金が足りないって言った時に、僕は全部営業いろいろ行ったんですけど、唯一行ってないのが境港っていう鳥取でそのマグロとかカニとかの日本一の、日本一の漁港があって、そこにご支援してくださいみたいに言ったら、いや、小金君ご支援できないと。ガイナレさんに申し訳ないけど。ただ、お魚とカニは捨てる未来あると。これを、 イナさんが宣伝してくれたら半分ぐらい持っていけばいいじゃないっていう話になったんです。うん <S <S その時にたまたまふるさと納税っていうのが始まってはやってたんですねテレビでも結構取り上げられてあじゃあこれなんか真似させていただいたらいいのかなと思ってふるさと納税みたいな形にして買っていただいたらカニが届きますお魚が届きますでこの資金何するんですかってなるじゃないですか僕はこれで選手を獲得しますとなでかっていったら点が取れないと外野あが一点が入らないからストライカーを取りたいので僕がたた上げ役になって広告塔になるわけじゃないですか で、僕は、だから、その、漁船に乗って、マグロとか持って、写真を撮ったんですよ、漁師の格好して。はい、そうしたら皆さん、大勘違いされて、はい、ヤフートップになったんですよ。はい、でね、たぶん AKB さんの方も拾われたのかな、ね。はい、なんかあの野人さんが、はい、サッカーやめて漁師になったみたいで。はい、<laughs> で、それがヤフートップになったでよ。ってうこうやって。で、うちの嫁にも、いっぱい電話があって、はい、何あんたの旦那。サッカーやめるから漁師になった <laughs> そしたら、 そしたら皆さんがそれ見るじゃないですか、ヤフー。パッて押したら、俺がガイナーレの資金になりますって言ったら、なるほどってなったんですよ。そしたら、あれ多分あの時まだ一口5000円ぐらいだったんですかね。お願いしますってやったら、1日千1200口来たんですよ。はぁ。そのヤフートップになったおかげで。で、坂井港さんも、そんなどうせ300口ぐらいで1ヶ月だけやりましょうって言ったら、一応やってみるんで、300口来たらいいじゃない。って言ったら、1日千1200来ちゃったんですよ。 ですね。でも、二日目やばいこと、ね。そ、はい、したら、まあ、スッキリっていうあの番組でもなんか取り上げていただいて、勝手にですよ。はい、今、すっごいことになってますよ。うん、鳥取が、つってで。ふるさと納税みたいな形、こんだけ、こんなん来てると。それで、選手、三人取ったんですかね。で、ブラジル人 っで、フェルナンジーニョって取ったら、でこれ、こけたら終わりだったんですよ。なんでかというと、全部成立するには、まず外苗ありがたいじゃないですか。資金、あの、入れていただいて。で、向こうは、美味しいカニが届いて、ありがとうございますと、美味しいカニ届いノドグロ届きましたっていうお礼のがあって、あとは、この選手が活躍するかしないからなんですよ。そうですよね。これ、ドキドキですよ。そしたら、まあ、5試合で7点取るわけですそれ、ブラジル人が。 まあ、皆さんお喜びです。ウィン、ウィン、ウィン,ウィン,ウィンになったんですよ。はい。そういうことですね。だからもう、本当に、その3人の選手が活躍してくれて、だからその時にもう、もう僕らもう全員に名前付けるかってさ、はい、カニ、ノドグロ。だからもう、み、見てる人たちがしたら、俺が、俺がお前出しちゃったから今のあの選手来てんだよと。<laughs> 俺がカニ買ってやったから来てんだよって言うから、もうカニとかの名前にしようかって、逆に言ってたんですけど、でそういうのをずっとやって、 出るんです、ね、でまあまあ本当に前もブラジル人僕ブラジルまで,で取ってきた選手が得点をなったりとかしたんですけどあと、はい、本当そういうやり方でやらないと、うん、さっきも言いましたけど、うんはい、本当にやっぱりこうなかなか選手を取る資金だったり、はい、やっぱりこう遠征費とかが高いので、はいうん、そういうねいろいろ考えてやらないとほんと潰れてしまうので、はい、それで始めたのがその野人プロジェクトという。ね、野人プロジェクトっていうのはどんなことをやる あその野人プロディクトのやつはと、ね、うん、だからそのカニだったり、お、ね、魚のそういう干物だったり、はい、で、あとは鳥取で美味しいものですね。だからスイーツですね。はい、だったり、あと大仙鳥って言って有名なんですけど、大仙鳥さんだったり、あとはフルーツ、二十世紀なしだったり、はい、だからそういう鳥取でもう本当に美味しいものを選べるようになってるんです。はあなる 年中変えるもんなあの年中ではないんですけど、うん、サッカーって窓口っていうのがあって、うん、冬はまずそのシーズン終わったらそこに窓口が開くんですそれが窓口っていうのは選手が取れる時期なんですよ。はいはい、ううで,よ、ね、で夏にもう一回あるんですよそれは6月からなんですよ。はい 大体、冬と6月に向けて,に向けてけ、ね、あの、プロジェクトをやるんですよ<ー>で。夏とやっぱ冬で全然その、美味しいものが違うので、はいはい、そこでまた選べるようになってるので、はい、好きなものを選んでいただいて、はい、で、届くようになってるんで、その資金がまたちゃんと外来が、外来、はい、の手元に入るわけじゃなくて、はい、それで選手を確実に獲得してるので。はいはいはい そういうのをやってるので、ぜひ、本当に、全然概要欄に興味ない方も、ただ本当に美味しいものを食べたいっていうだで買っていただくと、そういう形になってるという。はぁ。いはい。ちょっと概要欄に貼っおきますんで、皆さんぜひちょっとね、ふるさと納税やと思ってね。はい。ぜひ、そんな感じでまた6月とかからもやるんですかはい。6月にまたやらせていただくんで、まずあの、概要欄のホームページを開いていただいたときに、ジンプロジェクトって、あの、出てるのでクリックしていただくと、多分あの、 そういう画面になりますので、はい、あの、選んでいただければ、ぜひ、応援させていただきいます。いや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 、いや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 、いや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 ありがとう。ございます。ちょっと、あの、今日ですね、そんな、この、もう、スーパーアスリートの岡野さんにですね、いろんなご質問が来てるので、ちょっと、あの、なんかいろいろ、ちょっともう、パぱと、もう全然直感的で、結構 D プラスのとかも来てるので、全然直感的で、聞いていただけたらと思うんですけども、例えばですね、 岡野さんの考えるヤマト魂についてお聞きしたいですい。なんだろうやっぱり日本人はもう謙虚さじゃないですか。はいうん、僕は。そこが一番かなと思います。謙虚にとにかく向かっていくというか。うんうん、だから本当に完全に大谷選手がまさにそれを見せてくれてんじゃないかなって僕は思うんですよね。やっぱりあれがやっぱり日本人のあり方というか。は ああいう姿がやっぱりちゃんとそういう神が見てるんじゃないかなと思うのでそういうちゃんとこう謙虚な心でやるっていうことが僕はなんか大和魂な歌、はい、僕の考え方ですよね分からないですけども。そんな感じします えー、サッカー留学を諦め、進学した高校で一からサッカー部を作り、はい、ね、見物とフォーニーまでしたという岡野さんに聞いてみたいです。はいはい、人生で迷った時に大切にしてきたことは何ですか？笑うことじゃないですか。うん、迷った時こそ。あの、わかんないですけど、はい、もう人生って大変なことばっかりじゃないですか。うん、はっきり言って、たまにいいことあるんですよ。はい、<laughs> いいことってほぼないですよね、はい。何のお仕事されてても絶対大変なんですよ。うん サッカーも90分やりますけど、自分がね、輝いてるのは多分30秒ぐらいなんですよ。あと全部イライラしてるんですよ。味方にイライラする、レフリーにイライラする、ヤジにイライラする、なんかうまくいかないイライラする。だけど、解放される時って一瞬なんですよ。勝つとか、点取ったとか。でも人生って僕同じだと思うんですけど、辛い時にどんだけ笑えるかだと思うんですよ。いい時は笑えるじゃないですか。辛い時こそ笑ってもうとにかく向かっていくというか、 あのそこを楽しんでいくっていうことが一番僕はいいのかなって思ってたんですけど、はい岡野、はい、さんってこうすごくやっぱりなんですか言葉あれですけどの愛されキャラというか。はい なんかこう、どなたからでもこう、慕われる、なんか方ってイメージがあるんですけど、その人と関わるときに大切にされてることってのは、あ、本になるぐらい。わ <laughs> かんないです。な計算したことないで分わかんないですけど、多分ね、やっぱ野人がね、一、はい、人歩きしてるのが良かったかもしれない。はい、野人って言うと、やっぱりいろんなイメージがあるわけですよ。はい、生意気なんじゃねえか、うん、ツンツンしてんじゃねえかとか、もうなんかどうしようもねえんじゃねえかと思った時に、はいはい 今日は初めまして、岡野ですって言っただけで褒められるんです。はい、最初のね、入り、ね、が悪すぎる。<laughs> 僕営業も行くんですけど、いろいろ社長さんにね、アポイント取らせていただいて、あの、今日野人が来るらしいぞみたいな、はい、向こうも構えてるわけですよ。はいはい、野人ん<で>ね、やる名前だったら言ってやるよぐらい向こう構えてるわけですね。はいはい すみません、今日はお時間作っていただいて、ありがとうございますって言ったら、岡野 <laughs> さんって挨拶できるんですよ。<laughs> <laughs> だからね、入りがいいんです。はい。はい。<laughs> それが得してるのが面白いです。はあ、なるほど。 ちょっとコロナ禍以降元気をなくしている子どもたちが増えていると言われますと、はいはいね、専門部屋とちょっと違うかもしれませんが一つのものを極めた人ならではのご質問でそんな子どもに岡野さんならどのような声かけをされますかいや難しいですね、それは、まあ。だってね、コロナなんか誰も計算してなかったですし誰もがそこまで、ね、僕だってあんな長引くと思わなかったですも、うん、はい ちょっと舐めてますすからねね<ー>そうです、ね、本当いろんなものを多分こう、うん、本当に修学旅行だったり運動会だったりいろ、うん、んなものが延期になってねつら、うん、い思いしたけど、うん、僕は絶対その分、うん、絶対帰ってくると思う、うん、もう絶対帰ってくるからだから,だからそこをさっきも言いましたけどもう笑顔でっていうかもうそこをこう笑顔で乗り越えていれば必ずねそれ以上のものが倍で帰って僕は 絶絶対対来てくれるとと思ううんでそのもいやか僕一番嫌いな言葉があって、どうせ無理だよねって一番嫌いなんですよ。で、今回日本代表がワールドカップでドイツとスペインに勝ちましたけど、あれみんな、大体始まる前に皆さんが大体言ってたの、どうせ勝てねえから、チャますよ勝ったら手のひら返しするでしょ。あれ、どうせって言葉絶対ないわけじゃないですか。スポーツの世界に特に。どうせ勝てないから見ないとか。あれは僕嫌いな言葉なんで。 そういうのは絶対使わないで、ね。絶対子供たちは特に使わないでほしいなって僕は思います。どうせ無理だからか、はい、そんなことは絶対ないと思います。はい。はいはい、素晴らしい。ありがとうございます。ではですね。サッカー人生を続けるにあたって始めたこと、またはやめたことがもしあれば教えてください、うん、みたいな。 一つの道をこう目指していくために始めたことがあるのか、あるいは何か習慣とかでやめたこととかあるのかとか。やめたことはもうないですね。あ,あまりあのやっぱりストレスになってしまうような、うん、になったら嫌なので、うんあの、好きなものを食べましたし、好きなことをやりましたし、大けがもあんまりなかったので、うん、あんまりそのストイックにはやったことないですけど、やり続けたことはやっぱりスピードを追求しましたよね。はあ これをどこまでだから例えば、僕はもうやっぱ縦に行くのが武器だったんですけど、うん、相手も読んでくるんで縦に行かせないようにするじゃないですか,、うん、だからさらに行ってやろうみたいな、うん、どうやったらそれを縦に行けるんだろうっていうのを絶対逃げずに追求してなたんですよどんな体勢でも縦に行ってやろうっていうことが始めたことかもしれないですね。それを本当に突き詰め続けた。はいうんはい あともう本当にん、うん、あともう今始めてるのはもう常に必ずハイボールの、ね。<laughs> <laughs> はい それだけ絶対初めたんか続けてたんかよ一つですね、ちょっとこれ、私の親友でもあるトレーナーの方からのご質問なんですけど、私スポーツが大好きで、特に J リーグは今でも毎週楽しく試合観戦してますこの方、いろんなプロのスポーツ選手のトレーナーもやっていたしるんですけど、ちょっと時々悲しい気持ちになるのが、スポーツ界のパワハラ問題で、ちょっと岡野さんにご質問なんですけど タワハラ問題のの最大の原因は何だと思いますかこれも非常に難しい問題でまあ本当に時代のこと言ったらあれですけど僕らの時代っていうのはパワハラを飛び越えて、はいはい、もう何だろう何ハラなんだこれはぐらい <laughs> 暴力そのものがです暴力というかもうね理不尽だらけな世界でそれをでも僕らはそれが当たり前だと思って。 多分受け止めてた年代なんですよ、ね、やっぱり今ももう本当に時代も変わってきてうん、うん、で今回実はガイナレも、うん、あのパワハラがあったんです、ね、んそのスタッフがちょっと選手をしてしまってうん、うん、だからその何て言うんですかねそういう上の者が一番信じてるわけですよね選手とかうん、うん、せ例えば生徒とかうん、うん、やっぱその人にいじめられるというか、うん、僕みたいなね性格だったらね、うん こうのやろうみたいな、うん、じゃあ見とけよお前みたいになるんですけど、はい、やっぱり捉え方によっては、うん、それがすごくその本人にとってすごく傷つくことだと思うんですよ。うん、だから本当に特に今は そういういやっぱりこうデリケートな時代になってきましたし本当にその昔みたいなのは全然通用しないと思うのでやっぱりこういろいろ見た上で言うならいいんですけど思いつきとかでやっぱ言ってしまうとか,だからそういうところが今すごいこう問題になってるのかなと思うのでやっぱりこうその本人のどうに思ってるのかなって分かった上で言うのはいいんですけどあからさまにね なんかこれダメだとか、うん、これやれとか、僕もすごくそこ気をつけるようにしてますけど、うん、特にやっぱり今の時代が違うんですごいデリケートなやっぱ世代なので、うん、そこはやっぱりこう、大人がそこを理解して、勉強して、接していくことがしかないのかなって僕は思っちゃいますね。だ大体いいね、皆さんね、そうやって言うじゃないですか。大体、はい、野人が差別用語ですから。<laughs> <laughs> そこをね、思って質問していただいていいですか本当に。あれね、僕がオッケーだからオッなーなんです一個間違いない。そういうことですよね。例えば、野人さんですかって言われて、傷つかれたら、それはすごく言っちゃいけない言葉になるわけだし、僕がオッケーだからオッケーない。この辺は非常に難しい、デリケートな問題なので、僕もそんな答えなんかないと思うんですけども、やはりもう今は。 その気をつけてやっぱり、ね、特にやっぱり上に立った人がやっぱり下に降りて丁寧に配慮するっていう同じ目線で喋るようにすればそういうこともが起こらないのかなと思いますけどねありがとうございますちょっと深い質問でございましたこれは僕も聞いてみたいなおこの岡野さんのその熱い思いの源エネルギーはどこから来ているのかいろいろな荒波もあったかと思いますが岡野さんがどのような気持ちを持って乗り越えられたのかぜひ知りたいです まあもうお酒も言ったけどアボになるっていうことですよね。あの格好つけることって誰でもできるんですよ。うんはい、ねなんか格好つけていいんですから。うん、でも格好悪いことって一番僕格好いいと思ってまだみんなになんか疲れようとするので一番、うん、多分難しくて、うん、いいんですよ。そんなに疲れなくても。はい、でも例えばもう一人でも分かってくれる人いたらその人のために全力で自分を出して。 いけばいいのかなと思うので、なんかこう誰かに合わせてとか、うんはい、誰かのなんか目を見て、これはなんかかっこ悪いんじゃねえかとかって自分を変えていくんじゃなくて、もうアホになってね、やるのが一番僕はかっこいいんじゃないかなと思ってるので、 まあ、多分そういうふうに乗り越えてきたのかなってうもういいやみたいな「あ,あほでいいんだよ」みたいな「でき、うん、ないもん,もんやれなくていいじゃん」みたいな感じで僕は来たと思います、はい、だそれが正解じゃないと思いますけど僕はそういう感じで多分今の僕があるのかなとすごい、はい、ありがとうございます 岡さんは若い頃ほとんどの時間をサッカーに費やしてこられたと思いますその過程でサボりたい気持ちやボケッと遊んで過ごしたいと思ったこともあったと思いますがそんな時どのように気持ちを抑えて練習に臨んでいたのでしょうか、まあ、これは私たちその経営者とかでもそのすごく通ずる話だと思うんですけど、うんね、はいそうなんですよね毎回同じことやってますからね、はい、またこれみたいな、はい、うんどうしてたんだろうでももうね 美味しいもの食べるとか、もうそれぐらいでしたよ。もう、何ですかね。本当にでも同じことを繰り返しやって、でもやっぱり解放される時で勝つとか、それでも負けたりすることが多いんですけど、何してたんですかね。うん、別に僕、趣味もなかったですし、どうしてたんだろう。まあ今だったらもうさっきも言ったけど、ハイボール飲んでれもう、ハイボール飲めば何でもいいやん いう感じですすけどねねその当時は何してたんででかだろう、うん、でもやっぱり寮生活の時とかテレビも見れなかったですしね、はい、まあでもまあみんなで、ね、何、まあ、か,か見つけて楽しいことを何か見つけるというか、うん、僕一人っ子だからうまかったんですよ<ー>一人遊びとか、うん、あそういうことですね、うん、なんかそういうのでストレス発散してたような気がしますね、うん、一人遊びというか,うか,なんか例えば。 もうくだらないけど、好きなタレントの名前をか、うん、書いていくとか、<laughs> <るほ> <laughs> 世界選抜の名前書いていくとか <laughs>、<laughs> もうね、なんかそんなことでごまかしてたような気はしましたけどね。プロになってからも、なんかもう、今日はもうちょっとなんか体調もいまいちやしいったとか、えー、ちょっとまあまあ今日ぐらいはちょっとサボろうかなとか、そんなことが一瞬こう頭によぎるときも、人間なんで終わりになったのかなと思うんですけど、えー、そういうときにこう、支えてた原動力っていうのは、勝ちたいだったのか。 うまくなり、もっとうまくなりたいだったのか、サッカーが好きだからとかなのか、どんな感じだったのかなっていう。そうですね。まあもちろん今言われたことも、もう本当にもちろん、その、ある、あると思います。うまくなりたいとか、勝ちたいとか。ただやっぱりね、僕がやっぱりサポーターだったと思うんですよ。そうですか。どんだけ嫌なことあっても、本当にもうサッカーもつまんねえなと思っても、現場行ったら、ガッ 来てんですよサポーターが。はい、やるしかねえなと。<laughs> 超恵まれてんじゃん。はい、なんで僕らのためにもこんな応援来てくれるんだ、うん、このシーって。うん、そんなのにいちいちガタガタい言ってるんだったらグラウンドでピッチで体動かしほうが早いじゃないかって、はい、ねそんなのできるこんな幸せな体で表現できる仕事なんかどこにあるんだって多分そっちの方が強かったかもしれないです。ピッチ行ったら子供たちがやーんって応援してるしる、はいうん やるしかないなと。うん、多分それが一番力になったなと。理解、はあ。ちょっと今のめっちゃなんかちょっと響いたね。はは。寒、は、気、あ、も苦悩も通常の人の何倍も経験されたと思いますが、今なお悪なきサッカーへの情熱が持てているのはなぜですか。 確かに本当に好きなんでしょうね、うやっぱり、うーん、もう見るのはね、嫌ですけどね、<laughs> やっぱり僕もう資金集めとかしてるから、もう今、外来の試合見るのが一番お腹痛いんですよ、自分がスプレーするわけじゃないんで、うん、でも選手も一生懸命やってるの分かるし、ね、はい、でもだから試合見てるのが一番今、もうね、うん、一番生きててつらいですよ。はいはあ もうね、パーンでも七ゼロぐらいで買ってくれてたらね、こうやって見れるんですけど、大体ギリギリなんですよ。おーいみたいな。頼むよ、それみたいな。どんな形でもいいから買ってくれみたいな、もうあれ見てるのが一番ね、辛らいですけど、やっぱり好きなんですよね、サッカーがね、多分それだけですね。はいはい、ありがとうございます。ちょっとこれ、私からも聞いてみたかったんですけど、 いわゆるカウンセラーでもあってコーチでもあるんで心理とかもいろいろ勉強するわけなんですけどもサッカーってこう瞬時の判断が必要になってくるじゃないですかそのプレーの決断っていうのはこう無意識に行われるって言われてるわけなんですけどその岡野さんがプレー中とかに現役の頃にそに決断をしてた時になんか心の中で何が起こってたのかなみたいなそれをちょっと聞いてみたかったんですけどみんな足元に入ってる考えるんですよダメなんですよそれ もうつつ前前のこと考えてます常にもうね絵に描くんですよ。はい。必ずこうなると。はい。でも例えばポンってこうキーパーから始まりますよね。キャッチして。投げた。あ絶対こうなる。じゃあここ道開けとこう。で必ずこういうイメージをね3つ前のことをイメージするわけです。でこれがレベルが高くなるとみんな同じ絵を描いてるんですね。これれ不思議とそがあったメンバー同士で それがあった時に気持ちよさです。ほらね。みんな同じイメージです。何も話してないですよ。で例えば6万人とか入ると声も聞こえないし、うんはい、でイメージするわけです。二、はい、つ前三つ前、うんもう。入ってからじゃ遅いです、はい、なのでそういうイメージした時にパンって走ったら出てきた。よし来た。よし上げた。したら、ま、真ん中にいた。はい、で入った。ほらね。みんなが一致するんですね。<laughs> でこれがレベルが高いと高いほど多分見えてる幅がもっと多い人がいっぱいいると思うんですだからもう全体を見れる人もいると思いますなるほどもう試合全体から見ちゃう本当にプロになるとやっぱり考えない人はうまくならないんでスポーツは、うん、ただやみくもりやるだけっていうのはなかなかできなくてやっぱり考えなきゃいけないですよ 集まったらすぐできるじゃないですか。はあ、それはなんでかってみんなちゃんとイメージが一緒だからです。なるほど。言葉もいらないんです。はい。ミーティングも実はいらないんです。もう想像でわかるんです。リズムで。こうなったら、こうなる。こうなったら必ずこうなる。これはもう毎日の練習ですよね。はあ、毎日の練習でもう使ったものと、やっぱ経験と、やっぱり本気でチャレンジしてる人は、もうわかるんです。 こうしたらいい。余計なことをしたらもうリズム崩れんのもかるんです。だからもうそれはね、もう不思議テレパシーじゃないけど、なんかね、もうこれがね、共通理解してるのが怖いんですよね。うわぁ、同じこと考えてんじゃんみたいな。あれぐらい、あれが一番気持ちいいんですよ、ハマった時が。それがちょっとでもずれると、あれってなっちゃうんですけど、よっしゃ、やっぱり来たよって。あれはだから、まあよくアイコンタクトとかも言いますけど、 そういうのも本当にそうで、もうメッセージなんですよね。しゃって目があった時にあ、分かったああ、はい、いうこと考えてるな。はい、あやっぱりそうかって言った時のあれがもう、はい、あれがやめれないです,ねですよね。そういうことなんですね。うん、多分そういうところがうん楽しさでもあって難しさでもあるんですけど。はい まあゴルフでいうともうね、うん、たまに僕も全然下手なんで、うん、たまにドライバーティーショット当たった時にやっぱりゴルフやめれねえなって,って <laughs> <laughs> もういつでもやめてやろうと思ってんすよだからこれってなんでこんな当たんないんだよ止まってるボール打つだけなのに止まってでたまにカバー出たらやっぱりゴルフ面白いですねまあそんな感じですよ <laughs> ぜひご一緒さします <laughs> ちょっと今の質問からもさらにちょっと深めてみたいんですけど、はい、その相手のここ 心を読み取る能力のことをその脳科学なんかで心の理論なんて言ったらセオリー・オブ・マインド、はい、そのプレー中に今の話から発生して相手選手の動きとかなんかこうやりたいこと心の状態まで分かっちゃうような時ってあったのかなとか、うん、そんなのもちょっとお伺いしてみよう,と思うんですけどそうですね、はい、でも分かりますねやっぱり分かるんだんあの多分ここ狙ったらいけるなとかあります、はい、やっぱり。 それもやっぱり不老状態というか、ゾーンに入ってるってことなんですか、ね。ゾーンに入ってますね。はい、でもあそこ行ったら必ず行けるな。<あ>見えるっていう。はい、あここは行かないほうがいいな。 それってトレーニングでで得きるもんなかなかこれは本当に続けてないといけないと思いますけどやっぱりアドレラリンっていうのが出るわけですよねスポーツって不思議と変なスイッチが入ったり例えばもう怪我してても気づかない終わったらぐすってひがないとかねやってる時は気づかないんですけど人体が切れてたとかでもあれはね不思議なやっぱ力でそれこそやっぱお客さんの前でやりますしもうスイッチ入っちゃうといろんなものが見えてきて。 で、あそこは絶対狙えるなとか、はい、あそこは行かない方がいいなっていうのはね、やっぱりわかりますね。不思議と。これはね、多分怖い世界ですよね。うんえー、で、やっぱり夢とかもあの出てきたりするんですけど、はい、それが実際に同じようなこと起こったり。<ー>怖いですよ。だから夢、はい、あれこれなんか見たな。ドリブルしながらなんか見たことあるな。い。はい、あ、なんか夢の中でこれシュート打ってたなと思って、パーンと打って入っちゃうんですよね。 夢と同じシーンみたいな、はい、でも大体そこから打つことないんですよ、はい、でもなんか夢とここから打ったらなんか入ってる気がしたなと思ってボーンって打ったらラってなんかその後同じような角度で練習できるも一回も入んないんですよその時に入っちゃったとか<ー>なんかありますたまにあるんですよすいです、ね、普段だったら振らないようなところをなぜか振り抜いたり、ええ やっぱなんかあれはね不思議な力があるんだなってスポーツってなんかわからないですけど例えば練習で全然できなくてもやっぱ本ちゃんでできちゃうことってすごくあって多分僕も多分やっぱりああいう例えば国立競技場とかああいうところであのねすごく人が入って興奮してるときなんて多分1秒、2秒足早くなってるんじゃないかなと思うくらい練習じゃ出ないパワー出ますからね。 で、本当に多分、3キロぐらい痩せるんですね、うん、一試合で。はい、夏とか。それでもう、パーンってね、あの、気抜けるんじゃないですか。まあ、全身釣ったことあります。あの時は死ぬと思います。全身が釣るんですか全身釣りました。最初足釣るんですよ。はい、うわって、やべえってなったら、今度この辺釣るんですよ。はい、やべえってなったら、ここ釣るじゃないですか。うわっ,って,ってもうこの辺までつって、もうこれ死ぬ、もうこれ死んだと思います。はい <laughs> ででももその試合中気づかないですよね <laughs> 何に<も>だからやっぱりねすごい何だろうあれは何な,なんですかねあの間はー。変なスイッチが入るというかやっぱりゾーンにあ,んあるんでしょうね。ありがとうございます。はいはい、<laughs> じゃあちょっとぜひあのー、今 Facebook ライブの流しておりますんで、はい、ちょっとそこからもいくつか。はい、おかさんが思う 一番足の速いと思った選手って誰ですかって質問をしました。野人です。<laughs> 本当にでも、そうですよね。わかんないですよね,今ね。現役の日本代表の選手とか見ても、いやちょっと。やってみないとわかんないですけど、ねえー。ちょっとひいき目入っちゃうんですけど、その、例えば前田選手とか浅野選手とか見ても、なんか岡野さんの方が速いんじゃないのかなとか、ちょっと思っちゃう自分とかもいて。<laughs> 分かんやってみないと全然分からないですよね、うん、体感してみないと、はい、でもまあ早いんじゃないですか僕多分<う>でもあの多分いろいろ速さもサッカーっていろんな速さがあるんですよ、はい、あのだからそれはもう比べもにならないと思うんですけど、はい、あでも早いと思いますよ結構結構早いと思います握ありがとうございます最後の最後でそんな質問くるやん、はい <laughs> これはあこれも来てますねあ聞いていいのか分かんないですけど <laughs> 全然最後に引退を決めたきっかけというか理由っていうのはどのあたりだったのかっていう,う。いや理由というかもうそのコそないな、はいで41歳までやりましたけど、はい、もう JS に落ちたというところと降格したっていうところで、はい、だからもうなんかね記憶がないというか、はい、前だったらもうこの野郎絶対上げてやるよ、はい っってていうなんかその体張ってねやってたんですよ、レッズの時も、J2 降格した時も、絶対みんな選手止めて、絶対1年で上がってやるぞみたいな、そういう力がなくなったっていうのはありますね。もうね、いいでしょと、やったよね、もうだから、うそういうんじゃなくて、そっちのパワーじゃなくて、違うパワーで、ちょっと違う緊張感のお仕事の方がいいんじゃないかなって、なんかね、そうなったんですよね。 うん、だ記憶がなくなったっていうのが一番じゃないですかね。うん、でもなんか、で、終わって、蓋を開けたらやってるというね。うん、ねそう、結局 GM で。もっともっときついことやってる、ね。もっときついこと。ある意味日本で一番過酷な地域で、一番過酷、はい、これはうちのエージェントの社長が悪いんですよ。はい。ありがとう。はい あの最後にですねちょっと豚ひろき YouTube って結構これまでもですねあのそれこそコメント欄なんで「中広さんの YouTube 見て自殺思いとどまりました」とか「うつ、ん、だったんだけどもっかい、はい、う回なか見て頑張ります」とか、うんうん、そんなコメントもいただいて,て、うんまあ、コロナもあったんですけどコロナ以前からも、はい、やっぱり日本がこうちょっと元気なくしているというのもあるのかなと思ってそこに問題意識を持ってずっとこうメッセージ発信し続けてきたわけなんですけども。 もしよかったらそのやっぱりレジェンド野人岡野さんからなんかこう今の,あの日本の若者というか元気をなくしてる皆さんとかにもしなんか最後ちょっとメッセージとかいただけるんであればと思ったんですけども、うん、本当にねあのいろんなことがお起こる時代というか今までだったらなんか大丈夫でしょうと思ったことが結構大変なことだったりとか。うん まあね、今回で言えば本当コロナなんてまさにそうでしたけども、はい、まさかあんなことが起こらないあの起こるとは誰も思わなかったんですけど、うん、まあ常にもうそんなもんだと思っといた方がいいんですよ。うんはい、だからさっきも言ったけどカッコつけるとか,、うん、なんかいいことしてやろうとかいい思いしてやろうって思わない方がよくて、うん、どうまあもう何て言うんだろうそんなものなんだよとだけどそんなものが一番幸せなんだと思った方がいいんじゃないかなと、ね。うんうん だからやっぱりねいい時ってねそれはいいんですけど面白くないんですよね、うん、人生で僕そうだと大変な時が結構楽しかったりするじゃないですか,、うん、だからそこをやっぱり楽しむことなのかなと、うん、もう本当にだってほとんどの人大変だと思いますよみんな例えばもう本当にいい思いしてる王様だって逆に大変ですよ、うん、だって何でも叶っちゃうんですよ、うん、多分それは面白くないですし、うんうん まあでもおさまになりたいですけどね。<laughs> <laughs> ただもうでも本当に、なんか、そういうもんだよって、思ってるのが気楽でいいのかなって分かんないですけどね。じゃないかなと。あとはもう、そうです。楽しく、謙虚でいれば、必ず誰かが見てくれてますから、絶対に見てくれてるんで。みんなで好かれようとしないで、自分を信じてね、毎日笑顔で謙虚で。 生きていればいいのかなって僕は思いますそこだけだと思います、はい、もう生きていれば何でもできるというかチャンスが来ると思いますそこが一番かなと、はい、思います、はい、ありがとうございます本日はですねもう僕にとっても夢が叶った瞬間というか子供の頃から見てたスーパーヒーローが まさか僕の YouTube に出てくださるということで夢見心地のような2時間あまりをこう過ごさせていただいたわけなんですけれどもぜひともですねもう岡野さんは今も外来で鳥取の GM としてこうチャレンジチャレンジの人生をこう続けてらっしゃいますしまたこれを機にね外来で鳥取というこう素晴らしい素敵なチームが鳥取にあるってことも一人でも多くの方が知っていただけると嬉しいかなと思いますしあとはまさにねその野人プロジェクトということでその鳥取のおいしいものを買うだけでもその実はガイナ来イル との応援がでできるですとか本当にさまざまな取り組みもやっていらっしゃいますのであの私もサポーター加入しますのでちょっと概要欄の方にも貼っておきますので、はい、また一人でも多くの方にガーナルトトレしていただいて応援していただければいいと思いますしまたこれからもですね岡野正之という本当に野人岡野さんという素晴らしい一人の男の生き様をまたこう物語のように私たちも楽しませていただけたらと思いますのでぜひこれからも岡野さん生涯応援しております。本に日は <laughs> 夢が叶えましたほんとにたく勇気いただいてありがとうございます。た感謝申し上げますありがとうございました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 ありがとうございまありがとうございましたあうご YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございますヒロのメルマガヒロメールはですね毎週月曜朝七時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話感動する話お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれではいってらっしゃい